おや、おやおや、私に、つばぜり合いですか？いいんですか？あ、いいっすね、このトレーニング。え、つばぜり合いはね、大好き中の大好きですよ。やっぱつばぜり合いの、やっぱ駆け引きが生まれるんだよね。つばぜり合いっていうのはやっぱ駆け引きもあるし、単純に目押し力、連打力がいるっていう技術がいるところだから、モンバトのやっぱね、熱いところではありますからね。はい。つばぜり合いを勝てば成功、負ければ失敗。あ、え？はい、いいですけど。いいですけど、つばぜり合いも大好き中の大好きなんでね、バチッとマックスと決めたいと思います。どんなチームなの？なんかよくわからなくなってきたけど、まあ相性あるな。ちゃんと相性あるな、これ確か。割かしいいチームだな。さあ、こっちのチームはどんなになるんですか？魔法使いなんだ。魔導士のチーム。なんか微妙。なんか知らないけどさ、魔導士の杖はスキャンするくせにさ、今パジャマ着てただろ、お前。いや、あんま意味ないぞ。魔法使いで包囲切るんですか？あ、でもなんか可愛いんでいいです。ラリホービートル。魔法使いと組まないでください。まあでも、ある意味、なんか、チームのさ、なんか、例みたいなの見れるね。HP 低く。99か、本当にこれ。なんか、基本的にはさ、必ず相性発動するチームで今まで来てるからね。なんか、チームコンセプト？なんていうかな。初めての人が組むチームとしてはおすすめなのかな？ラリホービートル難しいと思うけど。お、勇気はもうすでに溜まってますね。はい。で、つばぜりの方法を説明するぞと。はい。まあ大丈夫です。まあ、ボタンまたはクラコンなんで僕は、ちょっとね、違うんですけど。R ボタンで。ね、やりましょうや。R でガンガンダウンと。A ボタン違うんだよ。その、クラコンだと違うの。かける勇気のつばぜりは U になる。それは語弊があるぞ。ゲージがほとんど全て。まあ、テロップで出しとくわ、じゃあ。負けてしまうと勇気を失う。んな、もう分かっとるわい。ほら行くぞ。見たいのも赤のマックスでしょ。バシッと2連でやってる。貫禄見せてやりますよ。マックスではなかったけど、アベレージは高いんでいいですかね。そしてあとは連打するだけ。まあ、赤のあそこまで行ければね、ほとんど勝利ですよ。つばぜり合い勝利したぞ。つばぜり合い勝つことだけでは、アーケード勇気を大きく減らせるのだ。まあ、そうだね。語弊があるぞ、その言い方は。でも、まあ、でも、初心者にはその説明でいいのかもね。有利になる程度でいいと思うけどね。そう、魔物使い、モンスターマスター使えないし、使われないんだよね。それはね、考えた方がいい。それがモンマスターたちのいいとこでもあるしね。さあ、ダブルスキャンっすよ。もう知ってる。ワンの頃ね、だいたいロトコレスキャンしてた人間だからね。ダブルスキャンってのは、同じモンスターのカードがある、あって、バージョン違いの場合に能力がブーストするスキャンをできるってことですね。で、ちょっと違うのが、種類によって違うんですよね、これがまた。これ言ってくれるのかな？わかんないけど、3回ダブルスキャンできれば成功だ。ダブルスキャン失敗になるぞ。そもそもね、そんなことにはならん。このゲームは特に。このゲームってね、ダブルスキャンとかするときに、ほとんど同じカードしか出てこないんで大丈夫ですよ。モンスターマスターのゲーム、マスターダブルスキャンだね。はい。で、モンスターカードをスキャンするんだ。はい。何をスキャンするんですか？アークデーモン。ダブルスキャン、同じモンスターのコレクションが違うと連続スキャンして行う。そうだね、合ってる。で、コレクションが違うことにより、上がる能力も違うんだよね。単純になんか、同じモンスター重ねたから強くなるんじゃなくて、特定の能力が強くなる。どこを上げるのか、どこを上げればいいのかなっていうのが、これもね、奥深いんだよね。はい。一枚目のカード、ダブルスキャン、チャンスを創造される。なるほどね。まあ、これは大丈夫だね。好きなモンスターカードでゴールドとプラチナコレクションのダブルスキャンを成功させるんだ。ゴールドとプラチナですか？じゃあ、アームライオン好きなんだ。じゃあ、アームライオン好きなんで。わはははは。なになに？なになになに？ゴールドですね。これとプラチナをスキャンします。
で、スライムのプラチナをスキャンするわけですね。こうすることに能力がね、賢さだったかな、ゴールドとプラチナの場合。この組み合わせも変わってくんだよな。で、プラチナとゴールドのコレクションダブルスキャンを成功させるの。なんてプラチナとゴールドさっきやったべ。プラチナとゴールドでしょ。うん。ところ。何を間違った？なんだ？俺ね、ちょっと今気になったんすよ。気になって、今本も見たんです。あのね、この初めのゴールドとプラチナあるじゃないですか。これね、一つね、語弊があるんすよ。ゴールドとプラチナスキャンするとですね、賢さ上がるのさっき言ったんですよ。はい。ゴールドとプラチナっていうのは賢さが上がるダブルスキャンですね。はい。で、次に言ってきたのは、プラチナとゴールド一緒ですよ、これ。効果。何一つ変わんないっすよ。何一つ変わんないっす。同じモンスターのダブルスキャンで順番を変えたところで上がる能力は一緒です。何一つ変わんないんですよ。従うわ。師匠なんか言ってくれんじゃない？実は一緒ですとか言わないの？ちょっと、実は一緒なんだよなって。このスキャンと違っても同じ組み合わせが同じく心配なやつ。なら、いいじゃねえか。なら許してくれや。お前メールストローム許してくれたんだからいいだろう。一旦目間違ってもさ、許してくれたのになぜ急にそんなことを言うんだ。急にコング鳴らすなよ。ロトコレクションとそれ、ああ、はいはい。存じておりますとも。みんな使ったやつですね。ロトコレクションということで、アームライオンスキャンして、はい。これいけんのかな？これいけたっけな？あ、出ないわ。そもそも選択肢に出なかった。そもそも選択肢にすら入れてくれなかったわ。モリセレ出したかったのに。くそ、モリセレをちょっと出して、コング鳴らしたのか思ったのに。なるほどね。いや、納得いかん。これは納得いかんわ。そこまで。はい、ダブルスキャン成功したけど、納得いかなかったぞ、あればっかりは。くそ、初心者だとこれでいいけど、上級者だと心が汚れるんかな。好きですよ。好きです。大好きです。はい、合体モンスターとかもうみんな大好きですよ。これはもう筐体ゲームで合体モンスターっていうさ、あの迫力はもうみんな忘れてないと思うよ。はい、合体モンスターはね、3回登場させますね。3回も登場させんの？いいの？3回も出すの？合体モンスターを作るときは直径というか魔物使いを使ってもらうぞと。まあまあ、それは大丈夫ですけど、何を使うんですか？ 3 回もスキャンするって相当ですよ。はい。特別なモンスターだ。他の職業は合体モンスターを使うことはできないのだ。まあ確かに、合体モンスター召喚があるけどね、一応。はい。モンスターカード、何をスキャンするんですか？決まったモンスターは3体スキャンすることで呼び出すことができる。そうね。3体モンスターが合体すると、とても強く合体しました。1体しか呼び出せない。そうだね。1枠だからね。1枠モンスター。あー、確かに。納得だわ。基本的にかからないけど、なんかね、情けねえやついるんすよ。よくマヒールとかコロボとか。そういう情けねえ合体モンスターもいますからね、世の中ね。うん。一見、キングスライムだ。あー、はい。スライムです。メタルスライムだね。はい、了解でーす。スキャンすりゃいいの？とりあえずスキャンすりゃいいんだね。まあ、メタルスライムは知ってますからね、僕。メタルスライム、スライムです。合体モンスター、初期の初期。スライム3体で合体するとはね、みんな誰が思ったでしょう。スライムが集まってキングスライムだったんだよね、本来は。ただ、まさかのこのフォルムたちで合体するっていうのは、ちょっと原作的にはびっくりしたよね。キングスライムです。合体モンスターの初めの魅力をね。で、瓦礫めっちゃ浮いてるよ、これ。もうお前ゲビだよ。さすがに無理があるよ。次は合体モンスターだ。はい。あ、こういう感じにカットするのね。次は何言うの？はい。怒りの魔人とか。まあ、似たような構成でいくからね。ドンボグ、初心者わかんねえだろ、それ。そうだ、イエティだ。イエティは想像つかんて、モモンジャといたずらモグラともかく。
というわけでですね、イタズラモグライエティモモンじゃなかったやつがドンモグラです。ちょ、イエティどっから来た？確かこれなんか初見の時もそんな感じに反応してるような気がするな。多分腹がポンポンだからかな。でもそれだと鬼コンボがちょっと意味わかんなくなっちゃうな。さあ、モグラの部分、ドンモグラ2のね、そこそこ後期に出てきた。中間あたりかな？うん。まりかし弱くはないっす。ドンモグーラっていうアクセントが魅力的。素晴らしい発想力だ。次の合体モンスターだ。なんだ、黒騎士旅行とかかな。さあ、ギガントロ、すぐわかるわ。見て、ギガントラゴンは最強のドラゴンだぞ。嘘こけや。ドラゴン系3体を組み合わせることで合体するんですね。はい、このフォルムの似ている1の3体が揃うことでなぜかギガントラゴンになります。いや、最強のドラゴンっていう格に関してはちょっとね、俺文句言いたいわ。打撃耐性消えんのよ、合体したら。こいつパワーはあるよ、パワーあるだけなんよ。 B 技そんな強ないしな。最強のドラゴンっていうのはちょっと、そんなそこまでって言わないでも。はい、ガタマス登場させましたけど、ギガントドラゴンはちょっと、ね、師匠ちょっと、まあ初心者からすると確かにギガントドラゴンなんか強くてかっこいいって思うかもしれないね。いや、やっぱ行動回数は少ないがとてつもない攻撃が高いヒットポイント、そうだね、1の頃はそうだと思うよ。1の頃の感覚だとそうだけど、2の頃には高いヒットポイントとは言えないです。はい、1の頃は間違いなく高かったね。合体モンスターは状態ではとても苦手。それは語弊があるんだけどね。また嘘ついてる。苦手ではないんだよ。食らったら立て直しができないってだけで、基本的にはかからん。